あれが悪の巣窟か。ええ、高村中央研究所、高村の知恵袋ね。またこうしてみると妙地キリンだな。まがまがしい。陸側から通じる道は細い専用道路が一本、厳しい検問、そして日本には珍しい高圧電流フェンス。まるでアルカトラズ。エンジニアたちは囚人じゃないわ。どちらかといえば強制収容所かもね。ご苦労なこった。もう明け方3時だってのに、見ろよあの高校たる明かりを。不夜城、カジノでもやってるみたいだぜ。ギャンブル好き？やらない。でもポーカーなら自信ある。私は苦手だろうな。リサは顔に出るからね。そういちほどじゃないと思うけど。ポーカーの必勝法を教えようか。ぜひ。勝てる役持ってる時に全部ぶち込んで勝つ。勝利数は問題じゃない。一勝でも全部かっぱげば勝ち。降りられたら？それを降りられないように持ってくのが腕の見せどころ。それを教えてほしいの。そっか。まっ、やっぱ油断させるのがいいんじゃないの。こいつなら勝てるって思わせる。手元のカードで勝てると思わせる。あるいはロイヤルストレートフラッシュを作らせる。ん？作らせる？どうやって？目をつぶる。わざとイカサマさせるのさ。 I see。 でもロイヤルストレートフラッシュに勝つ方法は？どこからかジョーカーを調達して5カードを作っちゃう。むちゃくちゃ。カチャいいんだ。カチャ、あなたとギャンブルはしたくないわ。何を言う。俺と組めば負け知らずだぜ。それはギャンブルとは言わないわ。やらないって言ったろ。約100メートルか。落ちたら死ぬかな。死ぬわ。コンクリートより硬い海面で全身粉々。飛び込みには自信があるんだけど。見たくないわ。運動姿？飛び込む姿。リサ、やっぱりその服かい？アーマースーツ着ないか。同じことよ。22だと少々のジャケットでも貫通されるわ。私の武器はスピード。それを邪魔するものはできるだけ身につけたくないの。わかるけどさ。気遣ってくれるのは嬉しいけれど。これが私の自然体。ま、そこまで言うなら。総一こそ。ん？ P90 と57に詰めたのは今日も高速鉄鋼弾でしょ。室内戦なら対人決め打ち、炸裂弾を強くおすすめするわ。マンストッピングパワーが格段に違う。趣味に合わないんだって。ミンチ作りに来てるんじゃない。でもこれが俺の
自然体。ま、そこまで言うなら。オールクリアね。こっちもだ。ま、バレててもやることは同じなんだけどね。崖上に一個中隊かも。やだね。リサ、もしバレてたらどうする？走って逃げましょ。そうしようか。ゾウイチ、その時は。ん？手を引いてくれる？背負ってやるよ。行こう。Yes, sir.結局、悪い女に引っかかっちまって罠まっしぐら。もう。な、引っ張るなって。罠と分かってて飛び込むと言い張ったのはあなたでしょ。付き合わされる私の方がかわいそうよ。よく言うぜ。はあ、やっぱりこの人、むちゃくちゃ。リサ、行けそう？ええ。さすがに物理侵入者まではケアしてないわ。すぐに割れる。ID とパス？アドミニストレーター、アドミニストレーターじゃないの？まさか。やってみなって、うん、えい。腕の見せ所が。ここからが見せ場だろ。
こりゃまたすげえボリュームだな。この中から R 計画の関連ファイルか。また砂浜からダイヤ一粒探すようなもんだな。同じやり方？君に任せる。また中腰で逃げる準備しておくよ。じゃあ私も。今日は遅れちゃダメだよ。なんで黙ってんだよ。冗談よ。心臓に悪い。行きます。オッケー。またダイゴのバカの頭の中。そいつならどの辺を狙う？そうだな、例えばこの辺り。第二海底資源調査部。天然ガス会社にとって非常に重要な部門だろう。にもかかわらず対外非扱いされている組織。真っ当なことをやっているとは考えにくい。了解、開けるわ。どうぞ。ビンゴ。マジっぽいぜ。記録用意。了解。現状、熊野灘で稼働中の実証システム1号機の試験運用結果は良好。2号機向け航行システム開発も実証段階を終了。組み込み待機中。あんなものが潜水艦よろしく、世界の海で暴れ回っちまったらたまったもんじゃないぜ。ある意味で、核テロリスト以上の存在。核は使えば全ての破滅を招くけれど、このシステムは。まさか一企業の仕業とは誰も思うまいし、証拠もない。航行システムの推力から見てシステム自体はかなり小型のものだわ。ディーゼル潜水艦にも満たない。対戦能力のある空母戦闘群や原戦にも捕まえきれない厄介な相手。そして現に世界一の対戦能力を誇る艦艇エンタープライズを沈めている。リサ。
リサ。そう、イチ。行こう。どこへ行けばいいの？決まってる。奴らを、いや、高村を止められる場所へだ。止まらない。あの男、止まらないわ。リサ。あまりにも強力で、あまりにも圧倒的で、そして、あまりにも大きい。私たちにはどうすることも。リサ、君がそんなことを言ってどうするんだ。だけど考えて、総一、これだって罠。自らの手の内を全て見せても構わない。そんな余裕の罠。そんなことは分かってる。相手の手がどうであろうが、相手の力がどうだろうが、そんなことは関係ない。無駄よ、無茶よ。いくらあなたが無茶苦茶だからって、命まで無駄にする無茶をすることはないわ。じゃあどうするって言うんだ。このまま黙って見てろって言うのか。引きましょう。引く？あなたの名と信頼なら、どんな機関も、いえ、どんな政府も動くわ。日本を、いえ、アメリカを動かして彼らに。リサ、何を怖がっているの？俺は負けない。だから一緒に来てくれ。一緒に奴を止めよう。リサ、俺を信じてくれ。総一。返事は？Yes, sir.帰るぜ。帰る場所など貴様にはない。待っていたぞ、クソガキ。大吾隊長か。はあ、久しぶりだな。こないだ会ったばかりじゃねえか。余裕だな。まあね、5対2ならなんとかなるからね。
クソガキも女に狂う年になったか。敵陣の真ん中でお手手つないでお散歩とは、相変わらずのやさ男ぶりよ。天下の大吾の旦那がガス屋の番犬で隠居生活かよ。世代交代の波は厳しいね。傭兵は己を知る者に命を捧げる。勝ち馬のケツに乗る戦争狂がいい格好すんじゃねえぜ。ふん、色狂いのマセガキが。来いよ隊長。いい加減そろそろ決着つけようぜ。煽るか、この俺を煽っているのか。おうよ、真っ向勝負望むところだ。かかってきやがれ。やめぬか、大吾。あ、下がっておれ。ようやくお出ましかよ、総帥。ようこそ、那須総一君。お邪魔してるぜ。ちょっと知りたいことがあってね。ご所望のものは手にされたかな。ああ、見せてもらったぜ。R 計画。さすが、スケールが違うね。いかがかね、総一君。この計画。悪かないね。さすがに明察だ。もし君さえよければ。我が元で力を貸してはもらえぬか。な、に？この計画には力がいる。いくらあっても手が足りぬ。君のような若く強い強い力が必要なのだ。我が元なればありとあらゆるものが手に入る。剣聖も金も最高の武器もそして力もだ。いかがかね。バカにすんじゃねえ。おお、んなもの俺には必要ない。てめえみたいな薄汚いジジイに尻尾振るぐらいなら死んだ方がマシだ。いいか高村、最後通告だ。今ここで全ての情報を開示して全てのメタンハイドレート技術を破棄しろ。そして全ての罪を認めてこの舞台から降りろ。罪
何を罪というのだ。世界を滑る王がその権勢を示す、ただそれだけのこと、当たり前のことだ。てめえどこまで腐ってやがんだ。その握りしめた拳、どこへ振り下ろす気かな。決まってる、今ここでお前にだ。ほう、君ならば良い我が片腕になれると思ったが、致し方あるまい。散るならば華麗に散れ。うっせえ、高村、覚悟。総帥、ミッション貫通、以下のご指示を。いい格好だぞ、クソガキ。リサ、見事なものよ。瞬く間だな。よくやったぞ、メギツネ。さすがだな。隊長に褒めていただけるのは初めてでは。疑り深いのは傭兵の常でな。許されい。締め上げるか、ビクセン。よい、その辺にせよ。せっかくの獲物、傷つけるには及ぶまい。放て。振られたな、クソガキ。リサ、リサ、完璧な仕事ぶりだった。よくやった、ビクセン。しばらく下がっておれ。はっ。ようよう私めの出番ですな。何の
羽だ。君をこのままひねりつぶすのはあまりに惜しい。チャンスをやろう。都市空間で大吾を倒せれば見逃そう。だと？無論大吾も拳で戦う。いかがかね。総一、貴様にその度胸あるか。要するに剣闘の見せ物を見たいってわけだな。いかに。やってやろうじゃねえか。おお、いい企画しとるわ。ようやく目を覚ましたか。あんたとはどうせいつかやらなきゃなんねえんだ。今ここで決着をつけてやる。どっちが強いかをな。ほざけ、青兄さんが。覚悟はいいか。隊長、命のやり取りの前に一つだけ、いいかい。なんだ。リサ。楽しかったぜ、君と一緒の時間。スパスイーワ、マーシャ。ドラマはそこで終わりだ。行くぞ、クソガキ。来い、大吾。
まだだ。まだ私の犬は倒れてはおらぬ。何？ここからが本番だよ。那須野総一、さあ前、死の舞を我が前で。
リサ！ナイスパス。ポジションは約束と逆ね。たく、本当に腕が折れると思ったぜ。行くぜ、リサ。イエス。